次の翻訳はマオリテキストの翻訳によると、元法廷メンバー教授サー・ヒュー・コーファルによって行われました。英国女王ビクトリアはニュージーランドの部族及び部族長がそれら領土平和を維持しながら暮らすのを望んだ。英国女王はニュージーランドでこれ以上マオリとヨーロピアンが無法地帯で苦痛しないように統治することを望んだ。それで英国女王は王室海軍ウィリアム・ホブソンを女王の代わりにニュージーランドを統治するよう総督を任命した。女王は連合部族共同体の加入可否に関係なく、みんなが次の法律に同意することを望んだ。第一、その部族長たちは連合部族共同体の加入可否に関係なく、みんなの領土を英国女王に譲渡する。第二、英国女王は部族と部族長、その人たちの領土、村、財産を保護する。しかし、族長の連合体とすべての族長は、領土を売却するときには、両者合意した価格で女王が任命した代理人を通じて英国女王に譲渡する。第三、統治権に関連がある合意案により、ニュージーランドの国民は英国国民と同じような権利を持たす。サイン、ウィリアム・ホブソン領事、レタナント知事。我々はニュージーランド連合部族共同体族長たちはワイタンギーに集まってこの条約を確認し、内容に同意した上、我々の名前とサインをする。これは1840年2月6日のワイタンギーで行われました。